はい、今度もチョイス。ここ、X と Y の使えそうだね。はい、公式、2乗の公式で残ったマイナス9をつなげてやると、はい、プラス3、マイナス3の形にできました。これはちょっと難しいですね。A2 乗 B-A3 乗ですよ。プラス AB2 乗引く B3 乗ですよ。3乗をどうするかが問題ですね。はい、こういう時は3乗を何とかしたい。何とかしたければ、なんとかしちゃえばいいよね。つまり A2 乗括弧にすれば3乗を消せないかなってやってみよう。はい、そうするとこっちは B が残って、はい、この A3 乗のうち、よっと A だけ残すことができるでしょう。ね、そうするとこれで A2 乗 B-A3 乗で、もうこれができちゃったら、もう強引にここの B-A の形にするにはどうすればいいかっていうところでな、これね、これ B3 乗にするにはさ、当然これ B2 乗を外に出せばいいでしょ。そうすると、これが B3 乗になってるし、こっちは AB2 乗にちゃんとなってるけど、問題は符号だよね。つまりここをマイナスにすればマイナス B3 乗にできるし、プラス AB2 乗にできるっていうことなわけ。つまり、とにかく3乗が嫌なら3乗を消せる方法をまず考えると。そして、これができたらこれをまず作っちゃってから、これに戻せるような符号を考えるっていうふうにね、逆にやっていくと結構できるもんだよ。はい、そうすると、はい、共通因数が、これがまあ、ラージ A にしてからやってもいいよね。まあ、だけど、まあ、それは省略したとして、こうなって残ったのは A2 乗引く B2 乗にして、あとは当然これを忘れないように。はい、残ったこの部分を2乗引く2乗の形で展開。からの逆因数分解。2乗引く2乗の形はすごくよく出てくるからね。はい、これで因数分解最終形完了です。